大分大学には今年度5つの学部と大学院に合わせて1347人が入学。大学では新年度から学生のマスク着用が個人判断となりましたが、会場が密となる入学式では着用を求めていて、壇上に上がる学生だけマスクを外しました。また今年は4年ぶりに保護者の出席も許可されました。式では学部の新入生を代表して経済学部の足立理央奈さんが誓いの言葉を述べました。コロナ禍で学校生活などを送ってきた新入生たち、マスクを外してのキャンパスライフに期待の声が聞かれました。友達とかの表情もよく見えるので、マスク外してできるのはすごく嬉しいなと思います。あんまマスク好きじゃなかったんで、息苦しくないので嬉しいなと思います。自分の顔を出すのはちょっと恥ずかしくもあるけど、でもこう大学入学をきっかけにこうマスクを外してこういっぱい笑いながら喋れたらいいなと思っています。新入生たちは11日から本格的な授業に臨むということです。